はい、ということでね、久しぶりにやっていきまーす。どうも、遅刻新しいです。コモラワールドエスケープをね、久しぶりにやっていこうと思う。2回分やって、2夜やって、その後、置いてました。つけてました。ここらで再開しようかなと。寝る久しぶりすぎて何も覚えてない。通してみたらびっくりするぐらい、なんか、記憶を喪失した感じになってると思う。出てくるので罠や味方を配置して迎え撃ちましょう。はい、了解です。はい、コモラさんすごいよね。皆さんコモラさん見てますか？コモラさんのチャンネルをちゃんと見てますか？毎日動画上げてる、すげえって思う。俺が片手間にじゃないけどさ、一丁前に動画実況者を続けてきたけどさ、それだって毎日あげれてないのに、コモラさんは仕事をしながらずっと、すごいわ。F キーをして、こうして、こうか。で、これをこう、こういう風に置いていくと。あ、スパイクは置きまくれるな。スパイク置きまくろう。とにかく、罠がね、重要、このゲーム。そう、コモラさんの話に戻るけどさ、すごいですよ。うん。ちょっと動画勢っていうところでもすごいなって思うんだけど、このカメラって回らないんだっけ？いい感じに。あ、できる。オッケー。動画勢ってところでもすごいけど、まあ、なんだろうな。やっぱ毎日、あの動画をね、毎日動画を上げるって結構しんどいのよ。自分の声も何度も聞かなくちゃいけないし、つまり30分の動画を撮るためには30分のこうレビューを自分でするわけね、動画を撮る人は。で、さらに言えば、プラスでやっぱ編集したりとかもするわけで、まあ自分みたいなね、アザラシみたいなね、もうノー編集スタイルの人は、まあともかくとして、コモラさんとかちゃんと編集もしてますよね。そういうところを考えるとね、やっぱすごいなって思う。素直にコモラさんをリスペクトしている。まあ別にめっちゃ好きとかではないけれどね。敬愛してるとかではないけどね。クリエイターとして、ゲーム実況者としてすごいなって思う。配信系のっていうのをまあ、悪く言うわけじゃないけど、配信はね、やっぱね、まあ、できますよ。誰でも。うん。でも動画を撮るっつうのはね、やっぱね、まあ人が見る見ないを置いといて、人は見る見ない置いといてやっぱね、毎日あげれるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。さあやっていきましょう。 G ボタンを押してゲームウェーブスタート。何だかキャラ出したいね。デニムくん出したいね。罠を設置した先からどんどん人が出てくると、敵が出てくると。うん、敵は地下アイドルちゃん？闇うさぎさん。ピーナッツくんおるやん。イエーイ。金が全然手に入らないんだが。結局やっぱ罠が強いね、このゲームはね。わかると結構罠ゲー。わかると割と罠ゲー。やばいねー。アイスキャンディーの人たち。ここらで金が欲しいな。当たるか？よし。金は結構潤沢にある。この遠距離攻撃だけで。お金の回収したいなぁ。いける。余裕。余裕ではない。ここらでデニム君召喚じゃないか。デニム特殊召喚させてくれ。F ボタン、焦るな。冷静にデニムを召喚しろ。レロ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 、怖い。キャー。焦るな。まだいける。まだ間に合う。捕まりました。助けてー。はい。
ました。ありがとうございます。よっしゃー。僕一人の方に言おうと思えば見られたんですけどね。今噛みました、小村さん。今噛みました。チュッチュー。デニム頑張れ。デニム強い。デニム強い。多少ダメージも負ってるけど。イエーイ。はい。あ、金が。金が。しかもゲートの数多いな。ゲートの数多いな。これこっちからも、ここに落ちるの？大丈夫かな？このルートで、だいぶ長いね。これはね、これは対処しなくていいんじゃないかな。うん。とりあえず、スパイク置いて、スパイク置きまくりやばいんじゃないかな。スパイク、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 スパイク。ただスパイク地獄にして。うん。まあ必ず通るでしょ、ここはね。このようにスパイク地獄にしてしまえば。うん。いいんじゃないかな。ほい、ほい、ほいほいほい。橋の上は置けるね。橋の上も、まあスパイク地獄にしちゃってね。はい。で、全ルートに、全ルートにスパイクを置いていくと。これでね、ある程度敵はもうここからもう、もう来れないんじゃないですかね。あぶね、落ちる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 。危ない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 。うん。うん。うん。で、まあ、ところどころバーナーも置いていくと。OK。で、大砲も場合によって置いていく。大砲置いたからってなんか、有効そうじゃないな。あんまり。あ、置いちゃった。まあいいか。こっちをどうするかだね。こっちは多分ね、襲来に耐えきれないような気がするんだよな。置くけど。もうひたすらバーナー置いていこう。バーナーで丸焦げにしてやるよ。それぐらいしか対処法がない。頭は大砲とか。と、F ボタンを押して、コモラプラスプラス置いとこう。どうも、コモラでーす。どうも、コモラでーす。チャンチョプラスプラスも置いとこう。コバルト田中も置いとこう。ボボボボボ。ドロー。謎を見つけてしまったって言ってる。さあ、戦うか。やるか。正直負ける気はしない。この罠だらけの環境の中で負ける気はしない。あ、結構通ってくるな。やりますね。動物の本能が火を恐れている。火を恐れてしまっている。全体的にはまだ来てないね。右上のマップも確認しながら。これどうすればいいの？この空からの敵たちはどうすればいいの？困る田中さんが頑張ってますね。空からの敵はどう対処すればいいんですかね。これもう当てるしかない。空からの敵はもう倒すしかない。エイムで倒すしかない。よっしゃ、ナイス。え？勝ったんか？もしかして。あ、勝った。ほう。いつの間にか勝った。いつの間にか勝ってたし、あっち側の様子がわからんまま終わってたみたいだ。どうやら罠で、まあ、リプレイはないけど、罠で、多分この辺のマップ見てたらね、ほとんど防げたんでしょう。罠ゲーすぎる。どうしようかな。日記読むかな。3日目の日記読みましょう。3日目。はい。クローン小村くんの学習能力を見張るものがあります。
最初は意思疎通を取ることも難しかったのですが、今では一緒にゲームを遊べるほどの知能に成長しました。クローンコムラ君って誰？いつもジョン君は横で見ているだけでなかなか一緒にゲームをしてくれないので、クローンコムラ君とゲームをするのはすごく楽しい。はあ、僕が本当に想像したかったのはめっちゃボフってるな。ゲームをしてくれる友達だったのかもしれませんね。へえ。明日もピーナッツ君たちが僕を現実世界に引き戻そうと攻めてくるでしょう。クローンコムラ君とゲームを続けるためには頑張って追い払いましょう。こういう文章読むのもね、結構大変だったりするのよ。なんか、なんか宮沢賢治の本とか、ね、厨房の多い料理店とか読んでみようかなと一瞬思ったことあるけどさ、こういうのもなんかこう、噛まずに、詰まらずに読むのも結構大変だったりします。ようやっとる。ようやっとるとは。せっかく金あるんでなんか欲しいな。ガチャしよう。一回3000高くね？一回だけね。一回だけ。そこ開くんだっていう。チャンチョです。いらないとはいらないけど。あ、磁気強化なんてあったんだ。どうだろう。割と移動速度欲しくない？あ、いや、移動速度高えな。攻撃力と攻撃速度かな。これぐらいならまあいいでしょう。完了。はい。はい。はい。じゃあまあ今日はここまでにしましょうか。またね。また檻を見て続きやっていきます。コマラワールドエスケープ3日目でした。次は4日目やっていくよ。ほんならまた。